これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。広島大学、自陣41ヤードからファーストダウン10。パス不成功。広島大まずパスから入りました。ワイドレシーバー1番へのパスでしたが、このパスはオーバースローとなりまして、パス不成功となっています。広島大学セカンドダウン10、ボールオンは自陣41ヤード。これは岡山大学止めます。今度はランプレーで中央突破図らんというところでしたが、これは岡山大学54番59番対応しまして、このラン阻止しております。ゲインは1ヤード。対応しましたのは54番は米田でした。広島大学サーランナイン。ベッケーファースター。ここで広島大学はスクリーンパス、ロングパスを投げると見せかけまして、手前にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレー。これが2を解き終わりまして、22番大きく前進し攻撃権更新となった模様ですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、この反則は果たしてどちらのチームでしょう。オフェンスチームにパーソナルファウルがありました。非常に重い反則として判定されております。プレーが終了した後に、危険な行為があった模様です。15ヤード抜体、従いまして前進はしておりますが、大きく戻される形になります。一旦状況が変わってから下がる形になっていますので、ファーストダウン25の状況で試合再開となります。非常に攻撃更新難しい状況ですが、広島大相手陣49ヤードからファーストダウン25。パス成功、ファースター。この状況でパスプレー。クォーターバックの7番は右に展開していたワイドレシーバー16番にパス。16番これを見事キャッチしまして、一気に攻撃権更新です。広島大学ファースター、ここでホットラインが機能しました。クォーターバック7番丸山からワイドレシーバー16番太田へのホットライン機能しまして、この状況を突破しております。広島大学相手陣18ヤードに入りましてのファーストアンテ。岡山大学ナイスディフェンス。今度はランニングバックに突進し、右オープンランによって突破を図りましたが、これを岡山大学9番見事に対応し、2ヤードロスに変えています。ここでホイッスル。現在フィールド上に負傷者が発生しているため、レフリータイムアウトが取られています。しかし素晴らしいディフェンスの対応でした。見事なタックルでロスを奪いましたのは岡山大学12番の西岡でした。西大和学園高校出身のプレイヤーです。さあ試合再開となります。広島大学相手陣19ヤードからセカンドアンド12。パス不成功。ここで投じられたパス、しかし岡山大学見事にカバーしパス不成功に変えています。広島大サーダウンに変わります。広島大学サーダウン12。パス不成功。クォーターバック7番、ここで奥に走り込んだ16番へのパス、このホットラインで突破を図るというところでしたが、わずかにオーバースロー。パス不成功によりフォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権ですが、広島大どのような選択をするでしょう。ボールオンは相手陣19ヤード付近にあります。ここでホイッスル。広島大学後半1回目のタイムアウトを取りました。広島大、ここを一つの区切りとするために考えましたでしょうか。後半最初のタイムアウトを投入しました。さあタイムアウト解けます。広島大学フォースダウン12。フィールドをトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス36ヤード。このキックは失敗、無得点となりました。広島大、フィードゴールで加点狙うというところでしたが、このキック失敗となりまして、ここで4回目の攻撃終了。従いまして攻守交代となります。テイクオーバー、攻撃変わりまして岡山大学に変わります。さあしのぎました岡山大学、反撃の攻撃に入ります。ボールオンは自陣20ヤードから岡山大学ファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番、左に展開した12番にパスを通しまして約7ヤードのゲインです。パスを投じましたのはクォーターバック7番の木村。京都府立洛北高校出身。取りましたのは12番の西岡です。西大和学園高校出身のプレイヤーです。岡山大学セカンドダウン3。さあ中央へのプレー、攻撃権更新、ファーストダウン。この3ヤードをランプレーで突破しました。キャリア44番、密集点を力ずくでこじ開けまして攻撃権更新です。岡山大学ファーストダウン、見事に攻撃権更新果たしたはランニングバック44番の内藤。島根県立松江北高校出身のプレイヤーです。岡山大学自陣31ヤードからファーストダウン10。クォーターバックのラン、右ロールアウトからそこからスクランブルしました。あるいはクォーターバックの決め打ちのランプレー、これが判断よく攻撃権投資になりました。岡山大学ファーサー、相手タックルに対して飛び込むように攻撃権更新果たしたクォーターバック7番の木村、京都府立洛北高校出身プレイヤーです。さあ岡山大学、この攻撃シリーズ実るでしょうか。ボールオンは自陣41ヤードに入りましてのファーストアンテ。パス不成功。今度はパスによる突破を図りましたが、このパスはオーバースロー。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。岡山大学セカンドダウン10、ボールオン自陣41ヤード。これは広島大ナイスディフェンス。岡山大ここでドロープレーを挟みました。パスが続いているのでその裏をつくようにランプレーを投入しましたが、これは広島大学見事対応し1ヤードロスに変えています。ここでボールのトラブルが発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。試合再開です。岡山大学サードダウン11。さあノーバック、右にレシーバー4枚固めた。その固めました4枚のレシーバーの1番にパスを通し、ブロッカー生かしてのキャッチアンドランを図りましたが、しかしフォースダウンと変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。試合残り時間5分を切った状況、残り時間4分38秒となっています。ここでウォーターブレイク。さあこの水入りが果たしてどちらの方に流れを与える形になるでしょう。現在試合は最後のウォーターブレイクに入っております。さあ試合再開となります。岡山大学自陣44ヤードからフォースダウン7、プレーを行います。フォースダウンキャンプ。ここでトリックプレーのランを敢行しようとしました。クォーターバックがダブルアクションからカウンター気味に右オープンランを展開しようというところでしたが、ここに広島大ディフェンス陣が吸収、プレーを展開する前に潰す形になり、この4回目の攻撃を仕留めました。結果的に4回目の攻撃失敗で攻守交代、テイクオーバーになります。攻撃権変わりまして広島大の攻撃に変わります。広島大学相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス成功。ここで広島大一気にタッチダウンを狙うロングパスを投じました。クォーターバック7番ホットラインのターゲット16番をターゲットにした中央へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン10。これは止めます。ランニバック31番にハンドオフし中央突破を図りました広島大、しかしこれを、岡山大学82番対応しまして3ヤードゲインでとどめております。タックルしましたのは、岡山大学82番の牛尾、兵庫高校出身。広島大学サーダウン7。ナイスランファースター、ランニングバック1番トスを受けまして右オープンへランプレー。ディフェンスによる中、見事なステップを歩くチェンジオブペースによって攻撃権更新としています。広島大学ファースター、ここは本日好調な吉村の走りで攻撃権更新となりました。広島大学相手陣19ヤードからファーストアンテンに入ります。試合時間残り時間3分を切りました。再び吉村のランプレー、これも決まりまして攻撃権更新です。広島大学ファースター、中央の密集点を見事なステップワークですり抜けまして攻撃権更新としています。ここでホイッスル、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。広島大学相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央へのランプレーですが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体系を使用しました。オフェンスにはポジション、そして最前列後列にさまざまな制限があります。この人数の割り振りに誤りがあった場合にはイリーガルフォーメーション、不正な体系となります。5ヤードの抜体となりましてファーストダウン、やり直しとなります。広島大学相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。パス成功、タッチダウン。広島大学クォーターバック7番、左に展開しておりましたワイドレシーバー16番にパス、16番そのままエンドゾーンに走り込んで相手ディフェンス振り切り、このパスをキャッチしタッチダウン。広島大学タッチダウンにより6点追加となっています。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのは16番の太田でした。4回生そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。このキック決まりまして1点追加、広島大学24点、岡山大学7点と変わっております。先ほど得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。試合時間残り1分30秒、岡山大反撃なるでしょうか。さあリターンに入ります。リターナー右サイドライン側を走りまして縦に密集点突破するように走り込み、約自陣25ヤード付近の位置を確保し、この位置からの反撃に入ります。岡山大学自陣25ヤードからファーストダウン10、試合時間残り1分21秒。パス不成功、クォーターバック7番パスプレーで突破を図りましたが、このパスはショートしパス不成功となっています。岡山大学セカンドダウンに変わります。岡山大学セカンドダウン10、試合時間残り1分13秒。パス不成功、ここで中央に走り込んできた1番にパスを投じましたが、これは広島大学ディフェンスがカバーよく、23番のカバーによりましてパス不成功となっています。岡山大学サーダウンに変わります。見事なパスカバーを見せましたのは広島大学、23番失礼しました、22番の長村でした。2回生です。岡山大学サーダウン10、タッチダウン。ここで岡山大学パスプレーによる突破を図りました。しかしそれを取りましたのは広島大学21番、そのまま右サイドライン際駆け上がりまして、そのままエンドゾーン駆け込んだタッチダウン。広島大学この状況でディフェンスに入りました21番弓削のインターセプトリターンタッチダウン、ピック6決まりまして6点追加となっています。そしてこのキックを決まりまして1点追加、広島大学31点、岡山大学7点と変わっております。広島大学相手の時間がなく攻め手が少なくなっている状況を見越しまして、相手のパスを奪い取り逆に加点する形に成功し、得点を31点、その差24点と変えております。その広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ岡山大リターンに入ります。果敢に中央を切り上がりまして自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ております。試合時間残り41秒となっておりますが、岡山大学反撃に入ります。ボールオン自陣30ヤードから岡山大学ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番左スプリントアウトから中央にターンバックする形でパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーを交えましてパス不成功となっています。岡山大学セカンドダウン10に変わります。岡山大、しかしその手は緩めておりません。なんとかタッチダウンを上げんとパス攻撃に行きます。ボールオン自陣30ヤードから岡山大学セカンドダウン10。パス不成功。なんとかパスによって突破を図らんというところですが、広島大のディフェンス圧力ありましてパス不成功になっています。岡山大サードダウンに変わります。岡山大学サードダウン10。岡山大ランニングアップ44番スクリーンパスをキャッチアンドラン、相手タックル殺到する中なんとか粘りまして3ヤードゲインと変えています。さあフォースダウンですが、しかし攻撃は継続中。ここでホイッスル。岡山大ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。明らかにパス攻撃しかないという状況ですので、広島大のディフェンスそれを見越して殺到しております。岡山大厳しい状況ですが、しかし攻撃継続を図らんと現在、後半最初のタイムアウトを取っています。残り時間は12秒。さあこのプレー、どのようなプレーを持ってくるでしょう。岡山大学フォースダウン7。残り時間12秒。ギャンブルに行きます。パス成功。攻撃間更新ファーストダウン、見事に突破になりました。攻撃継続となっています。しかも外へ出ましたので、ここで時計は止まっています。試合時間残り5秒で時間を確保しています。岡山大学自陣43ヤードからファーストダウン10。パス不成功。パス不成功です。クォーターバックプレッシャーきましてタックルさえかけましたが、なんとか投げ捨てる形でこのプレーを終えましたが、ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、岡山大学バジャーズ7点、広島大学ラクーンズ31点で、第36回瀬戸大橋ドリームボールは広島大学ラクーンズの勝利となりました。しかし両チーム、春の開幕戦とは思えない白熱した戦いを見せてくれました。ナイスゲームでした。勝ちました広島大学、さすが中四国、優勝争いの一角にある強豪らしい洗練されたチームといった形のその強さを発揮いたしました。今シーズンこそ3年ぶりの優勝を目指さんというその気概感じる戦いでした。ナイスファイトでした。本日は応援いただきありがとうございました。岡山大学、コロナ禍非常に厳しい状況でした。試合を行う人数すら整わず、あわや廃部消滅かという危機すらあったと聞きます。それを乗り越えまして、チームを再編しリーグ戦に復活、そして今季多くの1年生を加えまして再び復活ののし上げんというその一戦を見事果たしました。これより表彰式に移ります。まずこの試合勝利しました広島大学ラクーンズに消費者トロフィーが贈られます。そしてこの試合のファイティングスピリッツ賞はまず広島大学22番の長宗でした。2回生見事受賞を果たしました。おめでとうございます。そして岡山大学は58番の小林選手が受賞します。受賞おめでとうございます。素晴らしい戦いを演じた両チームに大きな拍手をお願い申し上げます。これにて第36回瀬戸橋ドリームボールの1日目を終了いたします。明日5月4日は2日目のイベントがあります。午前10時からフラッグフットボールの体験会、午後2時から岡山スタンディングベアーズと愛媛オールスターズの試合を行います。ぜひ会場にお越しください。お帰りの際はお手回りなど本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして第36回瀬戸大橋ドリームボールの初日の一戦終了という形になります。学生たちの素晴らしい闘志あふれる一戦、非常に見応えある一戦となりました。両チームの奮闘お見事でした。ナイスファイト、ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すらいとわぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレーヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。両チーム長く苦しい状況を乗り越えまして、現在開花開口の春を謳歌しております。そのあたりに彼らはこれから訪れる鍛錬研鑽の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てに本会の地を手にすることができるのは果たしてどのようなものとなるでしょう。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信を終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は瀬戸大橋ドリームボール実行委員会の許可を得まして実現いたしました。皆様のご協力ご観戦ありがとうございました。その配信実施いたしましたのは私道楽屋理沙でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。